まあいいか、やりますか。じゃあやりましょう。今日も今日をとってローラーで無双していこうか。じゃあ寿司必戦北斎リッターね。 OK 了解。イカリン2枚、ステジャンが1枚。 OK 了解。ナイスしてこれも落ち着き玉へ。ああ OKOKOK 了解了解。カーリングだよ。ほら震えな、中央のカーリングに当たってるぞ。やばい、二落ちしてる。どっかから詰められるこれ多分。あのやばい、最悪。ビーコンは壊した。ほらボーリング日本代表だけど初動結構落ちた時点で、今のはビーコンが気になって仕方なかった。ビーコン無理やり壊してはいけませんという教訓。ミサイル2枚強えよ相手。俺後ろ見るんだろ。俺は2枚持ってく、完璧よ。さあ3対2、ナイス。アイリッターだけナイス。ビーコン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 、スプラトゥンボイチャできれいになった。だがしかし相手ビーコンで振り合い飛んできたやつをみんなむさぼり尽くして、これ飛んできてる、多分飛んできてない。ほど冷静か。ワンチャンかけちゃおうかな。あ、こっから出てくる相手で、リッター知ってるぜ全部な。俺のローラーを止められると思うなよ、おっちゃん。あかん、味方へのミサイルが、うん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 、飛んでるな相手。いい、俺が生き残ればいい。バレるかな、気づかないでおくん魂。いうらうら、俺のローラー暗いな。ビーコン壊そう。ほらね、待ってたビーコンをカーリングで壊します。おいカーリング、相手ここいる時点できついよ俺がな。ほら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 、きつそうだよ。ナイス、乗ってくれるか、ありがとう。あ、落ちちゃった。あー、だがしかし、あらら、相手が狙ってくるのあれば着地でしっかりと乗っていく。反対側に奥さんが見えたので、しっかりと横振りで先を見せて、さあこれ一旦待ってみる。一旦待ってみた結果、必然ここから随分確定したので、縦振り縦振り縦振り、はい、ここを B 代わりに流して、はい、一瞬乗って、はい、耐えて待ってよし、ここ待ってよし、いっか。はい、ここ落としたんでしっかり倒して、リッターがどうせそんなとこいるからリッターを許すな。はい、ナイス。はいはいはい、これで終わり。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 これで終わりです。完璧、ナイス、いいじゃないですか。こんなもんですよ、ローラーというのはね。うんうんうん、グッジョブです。だがしかしパワーが低い。ヤグラが全然やっていない。よし行こう。ホッケね、いいでしょう。ホッケの不当ですか、まあいいでしょう。相手が寿司ローラー北斎寿司ミサイルミサイルミサイル、終わった。味方にアイスを押す心優しきお兄さん、それが俺。マジできついって、しかも B コーナーじゃないって。ミサイル3枚ひどいよ、俺ら短いのに。やばいって。あ、角いるこれ相手。あー、ローラーか、角いるの。一生ミサイル飛んだけど、ホッケのミサイルマジで最強だからさ、あれが3枚っていう時点で結構辛いよ正直。でもヤグラーっていうね、こうルール上ミサイルがめっちゃ強いんで、冷戦してるよこれ多分。やっぱいるよね、知ってるよそこ。いや、うまい、これはうまい。
って、ナイス。オッケー、寿司がいいの分かった。中央付近にいるのかな。ここ潜伏してるのおかしくないけど。いない、オッケー。それで常に潜伏警戒しつつ味方を守ろう。あ、いる。いやーこれね、俺この試合キル数伸びません。でも試合には必ず勝つ。そういう立ち回りをみんなに見せていきたい。インクが切れていきたい。インクが切れていきたい。ビーコンを割って、オッケー、完璧。俺今のは1キルも取ってないけど、ヘイト買ってっていう動きね。あ、ミサイル撃ちすぎだろ。ちょ待ってよ。ダメ、決まって。なんでこれ50だの。はい、オッケー。これはここ支配する。来る、寿司の復帰が来る。ここだ、タイミング的に。はい、ここ俺がずっとここ支配する。あと俺のところ寿司だけだ、あれだけだ。任せて、落ち着け、大丈夫だ。この代わりに強いぞ。いるよね、真下。ほら、うわ、当たっちゃった、ごめん。今の角1か。いやー、相手これうまいわ。やられたわ、これ。これは相手うめえ。うわ、今のね、俺がね冷静に対処すればもっとキル取れたね。これは俺が悪い。強くる、これワンチャン。ほら、そういう焦った動きはナンセンスよ。俺のローラーは常に冷静沈着。キルをね、20キル取ってもね、負けたら意味がないんでね。結局のところ俺は負けない立ち回りを見せていく、みんなには。高 IQ プレイヤー繁盛。スプラ IQ は高いぞ。勉強はできないかもだけどな。さあ、いい、これでいい。ビーコンを常に割っていきたいな。このカーリングビーコン割れます。いいね、一回待っていいね、これ。いい、これ死な、死ななければいい。ここは死んだら相手が楽しちゃうからね。相手が一生きついっていう状態にしてあげたいね。ナイス、裏取り見てんの。相手の復帰寿司潰そう。こいつ潰すか。復帰寿司もやれると思う。左高ね。オッケー、狙おう。当ててはいるがやりきれない。オッケー、北斎が狙ってくる。上かな、ミサイル。オッケー、生存でいい。絶しなきゃ勝ちだ、これは。カウント取ってるときはイカニの音がすると思う。いる。これは無理しない、絶しない方がいい。生存してだけ相手きついぞ。オッケー、ミサイル。オッケー、オッケー、それ見えた、了解。それ多分やれるね。ナイス、完璧。相手がね、俺がどこにいるんだって思わせればもう勝ちやからね。ビーコンあろうか。ナイス、常にカバーしよう、味方の。おい、荒れてる。で、これで無理やり折った寿司負けちゃうから、追わずにミサイルね。 OK、 相手のカーリング投げ毒だね。投げたらワンチャン死ぬもんね。で、これ自分の周りの強くで、味方2落ち3落ち。え、探すと見せるってことかな。待ちでいい。うわ、よく分かったな。さっき言ったら真相だな。その追い方は甘い。で、相手、待ってくる可能性あるけど、こうやってやって、俺の後ろ見てくれた勝ち。うん。これ後ろ見てくれた勝ちと。いうことね。これはキル全然取ってないんですよ。でも、これは、完璧な、この立ち回りで勝ってるんで、これ別に、そう、誰でもできるから。今の無理しないっていう、もうただそれだけなんで、キル取るべきところで取れば、俺今9キル、確かにスパッタで15キルだけど、9キルだけど、15キルの価値があるんです！これが、あるんです！これがね、あれということなんです。エラが回っております。さあ行こうか、バッテラストリートガチヤグラ。さあ
完璧なる立ち回り。それで俺は飯を食べてるからな。北斎リッターデュアルザップ。だがしかし完璧な立ち回りをできない相手もいっぱいいるからね。こういう構成の時とかは俺が完璧な立ち回りしてもきついから、どっかで試合をぶち壊さなきゃいけないね。北斎やる、OK。まず1枚右に展開で橋上を見てきてるって感じかな相手が。おお、これアーマーだからデュアル多分強気に来るから、一回これアーマーだけ割っとこう。 OK、 1人やって、このリッターも直射で取れないかってやって、上からカバー来る可能性あるから上縦振りして、もう今ね俺が考えてること全部皆さんに教えます。でこれ上来るから相打ち取れない。なんでだろう、今のあいつそれは予想だったんですけど、まあこれはしょうがない、ミサイル持たれちゃったから。まあだがしかしこれで今俺がキル取んなかったらめちゃくちゃフリーだったんだけど、今五分の状況にはなった。で橋上は取れそうだね、橋上取って俺と位置かぶんないでほしいなという願いをしつつ、なんだこれ、オーマイガー、なんかセンサー来ちゃーって感じで逃げて、下に北斎かな、矢倉上北斎っぽいね。うん、代わりに流して、おいで左高1枚か、ビーコン見えてるぜ、それビーコン壊そう、カーリングで基本的には。なんで今俺のとこ狙えた、足も来るね、うわー来るけど、なんでバレてんだこれ。これねこっちの人たちね左に展開してるんだけど、左はね一番良くないバッテラーで、左は勝てないチームが。なんでかって言うと矢倉は右に進むからだ。こっちの矢倉が進んでて有利状況の時は右っていいんだけど、みんなに左行ったら俺右一人だから死んじゃうね。相手のアーマー強えな、こっちアーマーねえもん。一回縦振りでこっち打たすか、俺がここにいるぞっていうのを見せつつ、これは縦振りで俺がなんとかして、今みたいな対面はやっぱ勝たなきゃいけないね。こういうところで結構キル取れるかどうかで割と勝率って変わってくる気がするけど、後ろ来てるの無理せずでいいや。うわートラップの範囲どうなってんねん、逃げんの知ってるよ、ミサイルか、なんとかしよう。こういう時やっぱね、俺が最初試合の最初言った通り、どっかでやっぱ壊さなきゃいけないっていう場面なんだけど、壊さないとね、これは実力的にはわかんないけど編成がやっぱきついね。基本的にやっぱ右に寄らないといけないから、こうしたやっぱ辛いし、もうザップが一生甘えてるからね。あーこれがきついのよ、このアーマーがさ、アーマーがさ、ヤグラが進んでいくのさ、俺が乗った方がいいかな、一旦乗るか俺が。多分これ来るよ、上にいるわ北斎が。ナイスやり、 OK、 乗ったら流れ変わってくれた、ありがてえ。俺は乗る、ローラーで乗る、乗るのはダメ、そんなこと俺は言った覚えはない、俺は乗る、乗り変わってくれるか、変わってくれ、ロング、お前は乗りながらでも強いじゃん。まあいいや、任せよう。乗って勝てるんだったら一番いい、乗って勝てるのであれば一番。やばいなこれ、リード取れるかな、いやー無理か、リード取りたい、乗ってほしい、無理か。今の俺が相手の手前入ってればキル絶対取れたな、いっぱい乗ってほしかったが、まあしょうがないね、これはガチマッチだからね、みんな自分が一番強いと思ってもちろんやるからね。手前痛くない？ない？もうリアルがさ、引いてくるときに当てたい。当ててるけど。ガチロー、あいつ。いいや、乗ってほしい。俺なんとかする。リッターこっち見てんのかな、
ですか俺以外。の奪ったって書いてあるじゃん。なんでなんマジで。なんでなん。なんでこれダメなの。これダメなんだ。あ、勝ってた。俺勝ったわ。勝ったもん。これクレイジーだった。おっしゃ、3連勝。勝ってた。俺数字も読めなくなってた。勝ってました。